甲子室住半島のガビ山で24日、山口色学会主催の公開植物観察会があり、約40人が参、した。団地生植物が多い地域特有の植生について、学会の南厚代表、90、から説明を受けた。ガビ山、シイの木やタブの木、山ももといった団地、常緑紅葉樹が豊富という特徴のある樹林、全、的に、珍しく、 国の天然記念物に指定されていい。だが、2021年に0.5ヘクタール範囲の樹木が何者か切り倒されたり、穴を開けて薬物を注入して出されたりした。県警が文化財保護法違反姿で捜査しているが、200本を超える樹木が撤去さ、山肌の景色は変わったという。この日は、山腹、ある木根崎神社の参道を登りながら、 周辺の木や草花を観察した。南さんが、この木は、歯が割る、を放つので草木という名前がついたと説し、参加者は歯に近づいて、匂いを確認した。幹、実がたくさんついている。これは珍しいので、と質問を受けると、南さんは枝でなく、幹に自家、開花する、ミミズバイという木。熱帯性植物に珍しくないと答えていた。 初めて参加したいは、市の山本千恵子さん、66、は、自然。